皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマはやる気満々、モチベーションを爆上げするテクニック3選ということで、突然ですが皆さんに問題です。自分にとって一番の敵とは何でしょうか？一番の敵、あなたの人生を邪魔するものですね。これさえなければ人生がとても順調になります。理想の人生を手に入れることができます。ではよろしいでしょうか？自分にとっての一番の敵、それは口やかましい部長でも高い税金でもなく、自分の心の中にあるめんどくさ、さこれが一番の敵。成績を上げたいけど勉強はめんどくさい、出世したいとは思うけどやっぱり努力はめんどくさい、ダイエットしたいけど運動も食事制限もめんどくさい、本も読みたいとは思うけどやっぱり読書はめんどくさい。他にも貯金をしたい、断捨離したい、資格を取りたい、副業を始めたい、運動習慣を作りたい、料理がうまくなりたい、英語も話したい、もっと健康になりたい、人生でやりたいことはたくさんあるのにいつもあいつが邪魔をする、自分の人生の行く手を阻む、その結果多くのことは達成できず理想とは程遠い人生になってしまう。だから自分にとっての一番の敵はめんどくささなんです。で、ここでなんですが、もしもめんどくささをギュギュッと小さくする方法があるとしたら知りたいですよね。僕も知りたいです。ではそんな方法があるのかというと、実は一つだけあります。それが今回のテーマでもあるモチベーションを高めること。人はモチベーションが高まるとめんどくささが驚くほど小さくなります。思い出してみてください。学校の席替えで見事大好きな人と隣同士、そんな時はモチベーションが上がって学校へ行きたくないが学校へ行きたいに変わりますよね。授業は嫌いが授業を受けたいに変わりますよね。明日は待ちに待ったディズニーランド、そんな時は仕事をするのも洗車をするのもちょっぴり楽しくなりますよね。当日の朝は早起きしたくないが早起きしたいになりますよね。不思議ですが、人はモチベーションが高い状態だと面倒くささをあまり感じなくなるんです。ということは、モチベーションを自分の思い通りに操ることができれば、今までできなかったやりたいことができるようになる、理想の人生に近づけることができる、モチベーションを高める方法さえ分かれば人生を180度変えることだって可能なんです。そんなわけで今回はモチベーションをドカンと高める方法を3つご紹介させていただきます。3つとも簡単なのに効果の高いものばかりですからね。自分に合った方法を見つけて、ぜひ今日から活用してみてくださいね。というわけで、モチベーションをドカンと高める方法、そのまず一つ目はこちら。昔を懐かしむ。と思われた方も見えるかもしれませんが、昔を懐かしむことには魔法のような効果があって、心理学や脳科学でも熱い研究テーマになってるんです。例えばハーバード大学の心の時計の針を巻き戻す実験。まずは20年前の過程を再現します。テレビは20年前のバスケットボールやフットボール中継、新聞、雑誌、ポスター、飲み物、音楽など、全てが20年前。この家に8人のお年寄りを招待して5日間過ごしてもらいます。お年寄りは皆目も耳も記憶力も衰え、中には足を引きずる人、杖なしでは歩けない人、自分の荷物を持てない人もいました。言葉は悪いですが、よぼよぼのお年寄り8人が懐かしい部屋で5日間過ごしたわけです。その結果どうなったのか。5日後、お年寄りたちは少年のようなはつらつとした笑顔で建物から駆け出してきました。そしてなんとフットボールを始めたんです。お年寄りたちを検査してみると、5日前と比べて筋肉が向上し、手先は器用になり、体もスムーズに動くようになっていました。さらに視力と聴力が向上、 IQ と記憶力も向上していました。すごいですよね。昔を懐かしむだけでモチベーションが劇的に高まり、脳も体も実際に若返ったんです。なぜこんな不思議なことが起きたのかというと、理由は簡単で、ドーパミンがドバドバ分泌されたから。昔を懐かしむとドーパミンが大量に分泌されて、精神的にも肉体的にもモチベーションが劇的に高まるんですね。この心の時計の針を巻き戻す実験、2011年にイギリスのテレビ番組ザ・ヤング・ワンズでそっくりそのまま再現されたのですが、やっぱり結果は同じ。参加したお年寄りたちは皆活力がみなぎり、まるで生まれ変わったようだと口を揃えて言いました。
ちなみにこのテレビ番組は大変な反響でイギリスアカデミー賞を受賞しています。これまたすごいですよね。ここでこう思われた方も見えるのではないでしょうか。それってお年寄りだからじゃない？ちゃんと若い人の研究もあって、一番若いのだと20歳、20歳前後の大学生たちに1日2回昔の楽しかった出来事を思い出してくださいとお願いしました。その結果、幸福感が長期間持続するようになり、考え方や行動がより積極的になりました。若者からお年寄りまで誰がやってもモチベーションを高める効果があるんですね。ただね、この昔を懐かしむという方法、一つだけ問題があって、モチベーションを上げるために今から昔を懐かしむぞ、このように行ってもいいのですが、あんまり現実的ではないですよね。めんどくさいですよね。というわけで、昔を懐かしむ簡単な方法を2つご紹介します。1つ目は音楽。懐かしい曲を聴くと昔の記憶が蘇ってきますからね。僕の場合は思い入れのある曲を77曲スマホに入れてモチベーションを高めたい時に聴いています。YouTube の録音をする前にも必ず1時間ほど懐かしい曲を聴いてモチベーションを高めてから録音しています。で、2つ目はデジタルフォトフレーム。いちいちアルバムを開くのは面倒ですからね。僕の場合は昔の写真を大量に保存して時々電源を入れています。で、今時々と言いましたが、昔を懐かしむコツは時々、頻繁に昔を懐かしんでいたら懐かしさが薄れてしまいますからね。モチベーションを高めたい時や心が曇って元気が出ない時など、ここぞという時だけ昔を懐かしむというのがベストだと思いますよ。というわけで、モチベーションをドカンと高める方法の2つ目はこちら。辛い経験と喜びをセットで記憶する。なんのこっちゃと思われた方も見えると思いますが、これはとっても重要な話。皆さんテレビでアスリートの練習風景を見て、よくもまあ毎日毎日努力できるよな、そう考えたことありますよね。なぜアスリートは高いモチベーションをキープできるのか、その答えがこちら。辛い経験と喜びをセットで記憶している。練習はきつかったけどレギュラーになれた、特訓したおかげで試合に勝てた、合宿は辛かったけど大会で優勝できた、このように辛い経験と喜びをセットにした記憶がたくさんあると、脳は辛い経験の後には喜びがあるんだ、辛いことを乗り越えた先にはご褒美が待ってるんだと思うようになる。すると努力することが好きになってくる。だからアスリートはきつい練習でも高いモチベーションをキープできる。これを強化の原理というのですが、勉強ができる子も全く同じ。頑張って頑張っていい点を取る、親や先生にも褒められる、そんな経験を繰り返すことで、脳は頑張った先にご褒美が待ってるんだと思うようになり、努力すること自体が楽しくなる。地面に穴を掘ったら大判小判がザックザク、そんな経験を何度もしたらもっと穴を掘りたくなりますよね。それと全く同じ原理。辛い経験と喜びをセットにした記憶が多ければ多いほど人は努力家になれるんです。辛い状況でも高いモチベーションをキープできるんです。ではどうすれば辛い経験と喜びをセットにして記憶できるのか、簡単な方法があるんです。それは辛い経験と喜びをセットで思い出す。例えば、受験はきつかったけどあの時頑張ったからこの会社で働けるんだよな、富士登山はきつかったけど頂上から見る景色は最高だったな、炎天下での仕事はきついけど仕事の後の一杯は最高だよな、サウナは毎回辛いけどこのおかげで元気でいられるんだよな、初めてのプレゼンは緊張したけど今では随分上手くなったもんだよな、時々こうやって辛い経験と喜びをセットで思い出す。すると別々に保存されていた記憶につながりができて、脳は頑張った後にご褒美が待ってるんだと思うようになってくる。だんだん努力自体に価値を感じてくる。ここまで来ればもうこっちのもの。運動習慣を作ることも、読書習慣を作ることも、ダイエットを続けることも、どんな努力も以前とは比べ物にならないほど楽になると思います。で、あと一つ、余談になってしまうかもしれませんが、子育て中のお父さんお母さんに一つお願いがあります。それは、子供を褒めるときは結果ではなく努力を褒めること。例えばテストでいい点を取ってきたときに、よく頑張ったわねみたいに、努力を褒められると子供の脳は努力と喜びをセットで記憶する。頑張った後には喜びが待ってるんだと思うようになります。すると子供は頑張り屋さんになる。
ですので、子供を褒めるときは結果ではなく努力を褒めてあげてくださいね。というわけで最後、モチベーションをドカンと高める方法の3つ目はこちら。熱い人のテレビなどを見る。これはシンプルな話で、情熱大陸、プロフェッショナル仕事の流儀、熱闘甲子園などを見て熱い人の心に触れることがモチベーションを高める最も手軽で最も効果的な方法なんです。なぜかといえば、モチベーションは人から人へと簡単に感染するからです。わかりやすいのが、ハーバード大学の2000人を対象にした研究で、隣にやる気のある社員が座ると自分の生産性が 117% までアップする、隣に消極的な社員が座ると生産性が最大で 70% までダウンする。この差はすごいですよね。モチベーションは良くも悪くも簡単に感染します。だから、熱い人のテレビなどを定期的に見ることが大事。もちろんテレビだけでなく、映画でも YouTube でも小説でも漫画でも長渕剛さんの DVD でも OK。 僕の場合はプロジェクト X やドラゴン桜の DVD ボックスを買って、少しずつですがほぼ毎日見ています。繰り返し見ています。あと孫正義さんの場合は小説龍馬が行く、松岡修造さん、大谷翔平さん、稲盛和夫さんなどは中村天風さんの本、ヨーロッパの一流サッカー選手たちの多くはキャプテン翼、エネルギッシュな人たちはみんな何かしらのメディアを定期的に見て高いモチベーションをキープしているんですね。熱い人の心に触れると自分ももっとやりたいという気持ちになります。簡単にモチベーションが高まります。こんなに手軽な方法は他にありませんからね。ぜひ活用してくださいね。コツは定期的に見ること、できれば毎日がベストです。というわけで今回のまとめです。自分にとっての一番の敵、それは心の中にある面倒くさ。さモチベーションが高まれば面倒くささが小さくなります。面倒くささが小さくなれば自然と行動が変わります。行動が変わればやがて習慣が変わります。習慣が変われば運命が変わります。すべてはモチベーションから始まります。というわけで今回ご紹介しましたモチベーションを高める方法はこの3つ。モチベーションを自分でコントロールできるようになれば人生はイージーモード。その気になれば人生を180度変えることだって可能です。また誰かが思い出す自分の顔がいつも元気で生き生きしていたら、それだけでも素敵ですよね。ぜひこの3つをうまく活用して理想の自分、最高の人生を手に入れてくださいね。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。